ゾフィー・ヘルツォーギン・イン・バイエルンは、リヒテンシュタイン公正氏、アロイスの日。公式称号は、リヒテンシュタイン公正氏妃及びリートベルカ伯爵夫人。最後のバイエルン王ルートビヒ三世の夜叉後にあたる。バイエルン公、マックス・エマヌエルとその妻で、スウェーデン貴族の伯爵夫人、エリーザベト・ドゥグラスの間の長女として生まれた。母方の皇祖父に、オイレンブルク公フィリップ・オーに。 ハンナ・チュンドー赤いオーケストラの女性活動家、リベルタス・シュルセボイゼン、おばに、マールバラ公爵夫人ロジータがいる。四人の妹たちと一緒にビルトバート・クロイトで育った。若い頃は、ゾフィー・バイエルンと名乗っていたこともあるが、これは自分の性につけられる、因がドイツ貴族の性に使われる、全知史の中でも特殊であり、見苦しいと感じたためだった。 1978年から1980年まで、ロレット女子修道会の経営する女子校で学び、同校を離れると、レングリースのホーエンブルク城に移った。1984年から1988年まで、ミュンヘンのアドルフ・ベーバー高校に在籍し、アビトゥーアを取得している。また、家具調度に関心を持っていたため、ロンドンに数ヶ月間滞在し、 インテリアデザインの学校で講習を受けている。その後、アイヒシュテット・インゴルシュタットカトリック大学で歴史学と英語学を学んだ。1993年7月3日にファドゥツ大聖堂においてリヒテンシュタイン校、ハンス・アダム2世の長男アロイスと結婚した。2006年にはリヒテンシュタイン校生死費としてフェルドキルヒに妊婦のための相談所を設立している。 ゾフィーは、ジャコバイトの支持するイングランド・スコットランド王位の継承予定者でもある。おじのバイエルン王家課長をフランツに、子供がないため、おじと、父、マックス・エマヌエルの後はゾフィーが、名目的なイングランド・スコットランド女王ソフィーとなり、その後は、長男のヨーゼフ・ベンツェルが後継者となる予定である。ありがとうございます。